皆さんこんにちは、草津エコスタイルプラザです。お家でできる家庭活動としてグリーンカーテンの作り方を紹介します。グリーンカーテンとは、地球温暖化防止対策としてつる性の植物を窓際に植えて葉で日差しを遮る取り組みです。見た目にも涼しく、部屋の温度を下げてくれるので、エアコンの使用も抑えられて環境にとても優しいんです。今回は種の発芽から摘心までをご紹介します。使用する材料はこちらです。ゴーヤの種、野菜の土、鉢底石、ポット、プランター、ネットです。はじめに種を発芽させるための下準備を行います。種の尖った部分を2ミリほど爪切りやペンチで切り取ります。硬い殻の中に水が浸透しやすくなり、発芽を促します。切り取った種はぬるま湯に一晩から1日ほど漬けておきます。食品トレイなどを利用し、湿らせたキッチンペーパーなどの上に置きます。発芽の適温は昼夜25度以上です。乾燥と寒さに弱いので注意しましょう。1週間から2週間で白い小さな芽が出てきます。次に発芽した種をポットに移します。ポットに鉢底石と土を入れ、表面から 1,2 センチの深さに発芽した種を植えます。土の表面が乾いたら水やりをしてください。2週間ほどし、本葉が 2,3 枚出てきたら苗の完成です。大きめのプランターに鉢底石と土を入れ、完成した苗を植え替えます。元気な苗を選び、苗の間隔は30センチ以上離して植えるのがポイントです。次に、つるを上へ伸ばすためのネットを設置します。窓を覆うようにネットを張りましょう。竹が1メートルほど伸びたら摘心の作業を行います。摘心とは、主軸の一番上部の枝分かれしているところを切り落とすことです。摘心を行うことで、脇芽から新たに芽が出てくるので、上だけでなく横にもつるを伸ばすことができます。夏場は朝夕のこまめな水やりを行いましょう。次回はゴーヤが成長した様子や収穫した実のレシピをご紹介します。皆さんもお家でできるエコ活動に取り組んでみてください。